今回は牛肉のオイスターソース炒めの作り方を紹介します。広東料理では代表的な料理で、オイスターソースの風味が牛肉の味を引き立てます。それでは作っていきましょう。まずは牛もも肉をカットしていきます。牛肉の繊維の方向を確認し、繊維を切るようにカットします。牛もも肉は一口大の厚さ3ミリの薄切りにする。はじめから薄切りにカットされた肉を使うのもいいですが、食べ応えが全然違います。まっすぐにスライスするよりもそぎ切りにする方が簡単に切れると思います。牛肉は 120g を用意しました。牛肉に下味をつけます。塩、味の素、黒胡椒、中国醤油を少量ずつ入れ揉み込み、卵を入れ揉み込みます。肉に卵をしっかり含ませたら片栗粉を少量入れ合わせます。最後に油を入れ肉が剥がれやすいようにしておきます。中国醤油がなければ普通の醤油でも OK ですが、中国醤油を使うと色合いと風味が良くなります。肉を柔らかくするのに重曹を一つまみ入れるといいでしょう。野菜を切り揃えます。ピーマンを1個を乱切りにし6切れにします。玉ねぎはくし切りにし、生姜は四角い薄切りにします。中国ではこの生姜の切り方をピャンと言います。ミニトマトを2個半分に切ります。牛肉に合う野菜なら何を入れてもいいでしょう。中華鍋に油を入れ、120度くらいの低温で牛肉を油通しします。ここで火を入れるのは7割くらいにしておきます。まだ赤いところが残っているくらいでいいでしょう。野菜を油通ししていきます。中温の油でたけのこ、ピーマン、玉ねぎの順に入れ、最後にトマトを軽く油にくぐらせるように通します。鍋に大さじ1ほどの油を入れ、生姜を香りが出るように炒めます。野菜を入れ、紹興酒と醤油を鍋肌から香りが出るように入れ、軽く炒めます。スープを 20cc 入れます。砂糖と味の素を少量入れます。オイスターソースを大さじ1入れます。色付けに中国醤油を入れます。牛肉を入れ一気に仕上げます。
水溶き片栗粉を少量入れ、とろみをつけます。最後にごま油を入れ、完成です。今回は牛肉のオイスターソース炒めの作り方を紹介しました。しっかりした食べ応えのある牛肉にオイスターソースの風味が合わさってとても美味しい料理です。よかったら作ってみてください。このチャンネルではこれから中華料理を始める方や、趣味で中華鍋を使って料理を作りたい方や、料理ができる様子を見るのが好きな方に向けて作っています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それではまた次回よろしくお願いします。